皆さんこんにちは。今日は主婦が今すぐ副業を始めた方が良い理由、在宅で主婦ができるおすすめな熱い副業について松江美沙耶がお話をします。よろしくお願いします。こんなお悩みないですか？在宅ワークをしたいけどどんな仕事を選んだらいいかわからない。今ですね、世界的に不安定になってしまってますよね。経済面、新型ウイルスのせいで収入は減る、でも固定費や教育費などで出費はかさむんですよね。減っていくばかりではね、もう不安定で、ね、そんな状況ではないですか。子供が家にいる時間が減るからフルタイムで働こうかなって、働きたいけど悩んでる方が多いですね。でもフルタイムで働いて帰って育児と家事、主婦は仕事だけしたらいいわけではなくって、育児に家事にやることが溢れています。だからこそ在宅ワークが以前よりもっと注目されているんですよね。一概に言えないですけども、例えば通勤がいる、外のお仕事で通勤がいるっていうお仕事を選んだら、身だしなみをしっかり整えたり、駐車場まで行ったり、子供がいるなら子供の準備もして、子供を預けに行って職場まで行って、仕事をスムーズに終えられるよう休む間もなくですね、働いて買い物行って帰って、で、その間買い物行って子供を迎えに行って帰宅したらお風呂や家事をしてとですね、なってきますよね。逆に通勤がいらない在宅ワークは部屋着でもよくて、メイクもですねバッチリしなくていい選択肢があって、子供が幼稚園など行くなら送って、その帰り、途中で近くのカフェか在宅で、ね、仕事するとか選ぶんですね。選べる場所を選べる。で、在宅を選んだなら在宅で仕事の合間に家事をして仕事量を調整できて、子どものお迎えが急に入っても他の人に、職場の人はいないので他の人に遠慮することなく対応ができて、夜子どもが寝た後の時間も在宅ワークができます。在宅ワークは心に余裕も出やすいので、子どものお世話をママがやってしまうっていうのではなくて、子どもの成長を促すっていう、成長もですねゆっくり守れるっていう面もあります。こんなにですね、はっきり分かれない、方、外での仕事もしていて、育児も家事もしっかり両立させている方っていうのは本当にね、すごいと思います。でもなかなかね、難しいって方が多いからね、悩んでる方が多いんですよね。外の仕事は環境に左右される部分があります。上司の理解だったりとか、パートナーとか、親とか、近くに子どもを預かってくれる人がいるとか、そういう環境がないとなかなか働きに出れないなとか、職場に迷惑かけるなという悩みもプラスで、悩みが増えてしまいます。環境に関係なく誰でも働きやすいのはやはり在宅ワークですよね。自分のペースで時間をコントロールできますし、場所も自由に動けます。で、在宅ワークがいいと言いますけど、どんな在宅ワークがいいのと疑問に思われる方がいらっしゃると思いますのでお答えします。もうですね、エッセンスクリエイターがおすすめです。在宅ワークでおすすめなのはエッセンスクリエイターです。好きな場所、好きな時間でエッセンスクリエイターとして働いている私が、なぜ今の時代にエッセンスクリエイターが主婦の副業におすすめなのか理由が知れるので、最後まで聞いてくださいね。今の時代にエッセンスクリエイターが主婦におすすめな理由、もう専業主婦ではいられない世の中だから、これですね。もう旦那さんが安定した会社で働いていれば一生専業主婦でいられるという時代ではなくなってしまいました。これは過去のお話になってしまいました。主婦やママであっても収入を得られるように早めに行動することが大切です。コロナ不況、いつまで続くんだろうと思いますよね。新型ウイルスの流行を機に家計が大きく変化してしまったというご家庭も多いと思います。旦那さんの会社が不況の煽りを受けて残業がなくなって、残業代がなくなってしまったりということもね、ありますよね。私の主人も残業がなくなって残業代が少なくなってしまったということあります。業績が悪くなるとボーナスも減ってしまうことはほぼ間違いないです。特に過去の私のように小さなお子さんがいて、外に働きに行けない主婦の方は本当に大変ですよね。働きに行きたいのに外に働きに行けない。
この先どうなるのか、どうしたらいいのか、誰に相談したらいいのかわからないという方も多いです。皆さんいかがでしょうか。切り詰めるにも限界があります。旦那さんがリモートワークに切り替わったご家庭は食費がかさんだり、食費がかさんだり、治療費の消耗も早くなったのではないですか。せっかく今まで貯めていた貯金も子どもの将来や自分の老後のことを考えると切り崩したくないですよね。固定費の見直しなど、できるだけストレスのないように家計費のコンパクト化をしようとしても、やはり限界はあります。支出を減らさなきゃと思っていても、最低限必要な出費だけで、ね、積もってしまえば山となってしまう。ね、塵も積もれば山となってしまうんですよね。ちょっとデータがあるんですけども、配偶者の収入は増えているっていうことがね、出てるんですね。総務省が毎月公表している家計調査。2人以上の勤労者世帯は2020年12月までで7ヶ月連続で世帯主の収入が減少していると。これに対して配偶者の収入は15ヶ月連続で増加。これはつまり新型ウイルス感染拡大によって旦那さんの給料が減って、主婦でパートをしていた方が労働時間を増やしたりダブルワークをするようになったということになります。家庭が苦しくなった時にそれを、ね、補充するのはやはり妻、伝するのはやはり妻。これから何が起きるかわからない時代です。女性が稼ぐスキルを身につけておいた方がいいことは明らかになってます。ただまあ主婦が収入を増やすには旦那さんの給料だけでは不安な時代に入った今、主婦である私たちの収入を増やすことを考えるわけですね。フルタイムで働くとなりますか。パートの出勤日数を増やしたり正社員になったりしてフルタイムで働くようになった主婦は増えています。今までは週4日のパートだったけど週5日の8時間勤務のフルタイムに切り替えようかなと思っている方も多いのではないですか。でも主婦は毎日の家事や育児でやることがたくさん、その上フルタイムで働くなんて、ね、体力と気力が持つか心配ですよね。仕事で疲れて帰ってきて夕飯の支度をしてお掃除した後子どもの宿題を見てあげる。忙しい毎日を過ごして頑張っていてもまたいつ出勤を減らされるかわからないし、子どもが近いうちは熱を出したと連絡が入ったら早退しなくちゃいけなくなったり、何日か休まなければならない時もあるでしょう。そのため採用する側もママさんは不安定、ね、安定的に働いてくれるかなとためらってしまうことがあります。なかなか生活スタイルに合った転職先を見つけるのは難しいですよね。私もこのように、ね、感じて ね体験があります。なので、まあ、在宅ワークをするとなりますね。今は感染拡大も多いから人が多いところで働くのはちょっと、じゃこの機会に在宅で収入を得られるようになったらなと思う方は増えてきてます。はい、この私の、ね、お話を聞いてくれてる、ね、方もね、はい、在宅で収入を得られるようになったらなってね思ってるからこそ聞いてもらってる方が多いんじゃないかなと思ってます。はい、ね、そこで重要なのはどんな在宅ワークを選ぶかです。クラウドソーシング、ね、登録する方も増えてきていますけども、報酬の高い案件はスキルが必要だったり、スキル不要でできる案件は極端に報酬が安いのが現状のようですよね。内職も1商品1点1円単位で時間がかかる割に収入にならなかったり、メルカリなどで商品を売る瀬戸際も売れる商品を探すのが大変だったり、売れなかった場合は在庫を抱えることになってしまいます。主婦が在宅ワークを選ぶ上でのポイントは3つです。生活スタイルを目立たさない、今まで実績や経験がなくてもできる、リスクを抱える心配がない、このようなことがポイントになります。それが全て揃っていて、この時代だからこそ需要が伸びている職業がエッセンスクリエイターなんです。エッセンスクリエイターは最先端の在宅ワークと言われています。新型ウイルスが流行し始めた頃から企業や個人経営者の方々もオンライン上でビジネスを展開していくために SNS、Twitter や Instagram で発信するようになったんです。実際はこんなお悩みが多いのが現実なんですね。はい、経営者の方、企業さんたちに、Instagram、Twitter やってみようと思いましたけども、どうやったら見込みのお客様に見てもらえるのかがわからない、執着する時間が取れなくて困っている、このようなお悩みが多いのが現実なんです。そのためエッセンスクリエイターの需要が爆上がりしているんですね。は
見込みのお客様を集めることができます。集客をねするっていうことができます。はい、このエッセンスクリエイターの需要がですねとても高いんです。すいません、はい、で今ではテレビでも紹介されるほどにエッセンスクリエイターになりました。新しいお仕事ですけどもテレビでも紹介される認められてきているんですね。まあ、需要がですねエッセンスクリエイター高いにもかかわらずエッセンスクリエイターの数が足りてない状態なんです。スクール側が広告費をかけてどんどんお困りの方とつながって案件を得てきているのでお仕事はますます増え続けるんですよね。このねエッセンスクリエイターが足りないでもお仕事は増え続ける、このね差がどんどん広がってしまってはねお困りの方を助けることもできません。経営者や企業者さんたちのお役に立てて主婦やママさんも働きやすい今の時代にぴったりの仕事、はい、作業を行うのは家事や育児の隙間時間で大丈夫なので無駄な時間がなくなって時間の使い方が上手になった、人生の充実度が上がったというクリエイター仲間もいるほどです。この時代を悲観してばかりではなくむしろ逆手にとって人生を豊かにしていきませんか。先ほどね私は言いました SNS を代わりにやってほしい方が本当にたくさんいます。 SNS クリエイターとは世の中で SNS の運用に困っている店舗さん、フリーランスさん、企業さんの SNS を手伝ってあげるお仕事です。その働き方は子どもなど家族との時間を大切にしながら在宅で収入を得たい、はい、人の役に立ちながら自信を取り戻したい、パートナーに頼らず収入を得て自立したい、安定した高収入を得たい、旅行など自由に行きたい、家事との、家族との時間を確保しながらも本気で安定した収入を得たい主婦のためのエッセンスクリエイターぴったりです。私は現状を変えたいのに変えられずに悩んでいる方を助けたいんです。私ただの主婦だった過去があります。松江がエッセンスクリエイターを何で選んだのかとか私が感謝されながら3ヶ月目で月賞70万円達成したロードマップなどですね LINE アットの方でお伝え中です。期間限定で無料電話相談も受け付けております。ぜひぜひあの LINE アットの方で情報を、ね、続けてもらえたらと思います。また今日もですね最後まで聞いてくれてありがとうございます。いいねやチャンネル登録もいつもありがとうございます。今日はこれで失礼します。ありがとうございます。